それとも単なるその運動なのかという、なんかそういう、こう、交わったあの中に、あの人間のその作るものの魅力が生まれてくるんじゃないかなという意味では、あのまあ、これがね、一つ表してくれているというふうには思うんですね。で、こっちが一番新しいんだよね。そうですね。あの素材もそうなんですけど、最初は演出で修士の時やってた時に、やってて一回多分筆でやったんですけど、また演出に戻ったんですね。で演出に戻って、これこちら側は韓国の紙なんです。こっちこの3つは あれはあの古いだからの足なんですけど、この2つは韓国の紙で、であれはそのキャンバス、はい、あの2つは。で、これは和紙なんですけど、最初はちょっとこの、ちょっと違うのが、最初は鉛筆、何年間ずっと鉛筆でやってたので、鉛筆でやってたんですけど、途中なんか、鉛筆と和紙が合わないなっていうのが気づいて、それでちょっと筆でやってみたんですね。で筆でこれぐらいになったときに、またちょっとうまく説明できないんですけど、なんかちょっと違うなっていうのがあって、それで多分力強く描いちゃったんですけど、それをもうちょっと細く、力をあんまりあえてこうギュッと押さえないで描こうっていうので筆でやりました。それがこのトーンね。はい、これどこから出るかわかんない。まあ今説明しましたけど、筆 の細い線ですね。で、こっちはキャンパスの鉛筆なんですか。はい、鉛筆はシャープペンシル。シャープペンシル。で、一番太いもので、0.1。そういう、まあ、これ質問ですけども、まあ、最初は韓国の紙に書いていた、はい、まあ、その前はこちらに書いていた、あの、木炭紙ね、はい、それを、韓国の紙に書いてみたり、それから、変えてみた何ですか。きっかけというか、それは特になくて、男子よりちょっと大きい紙に描いてみたいっていうのがあって、韓国の紙が安いんです、日本の和紙より。それで韓国書いた時に、あのちょっとでかい紙を買って、で描いてみて、でキャンバスは修正の時に買っておいたのがあって、それで書いて、これはこれもあの素材を変える、そういうなんかいろいろ考えたわけじゃなくて、このキャンバス板なんですけど、板も先輩からもらって、先輩からあのもらったの、はいはい、紙じゃなくて板をもらって、この大きさに合わせて、その時は韓国に帰れなかったから、日本で和紙を買ったやったと。でもそれならば、例えばそのこれはあの木炭紙はとてもあの白い国ですが、でちょっと少し毛羽立ってます、木炭紙が早いので、はい、まあ、木炭が定着する。で、韓国の紙は、はい、毛羽立ってますけども、木炭紙よりも薄くて、そしてあの粗いですね。はい、で、こっちのキャンバスになったら、はい、そのこれは、まあ布、麻布に、はい、まあ、麻布じゃないかもしれないけど、まあ、布にこれで、はい、下に置いてあるとか、そういう違いっていうのは、そもそもどんなふうに理解してますか。大きい紙で使い方は何ですか。いや、その、書いた理由はそうなんですけど、ちょっといろんな素材でやってみたいっていうのはありました。でも急にこれもやりたい、あれもやりたいっていう風になったら、まだちょっとあのいけない気がして、あの欲を抑えないで。欲というのはね、あのこう出てきてて、あのこの線は私にとってやっぱり欲が勝っちゃってる。やっぱり元に戻そう、やっぱり線を引こうという。描く
な問題じゃないですか。で、あのデザインでそこまでの目が必要かっていうと、あのちょっとあれは必要ではないかもしれないけど、でもあそこからやっぱり何百枚だか分かんないけど書いていく中で、あのだん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 自分のその体が、あのちょっと一個鍛えられていくという、その鍛えられていく中で線もそうですけれども、目が鍛えられていくっていうところはすごいな。だから漢詩はこれで合うけれども、日本の紙はこれではちょっと違う、また鉛筆も違う。だからしかもこれは床に置いて書いてるんだよね。だから自分のなんかこう体の描き方とかっていうものがだん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 こう集約されていっているというところは、で、まあ、ちょっとさっきあの話してる時に、あのその作品なのか、それともいわゆるその資料なのかっていうあたりのところっていうのは、なんかすごく僕は興味あると思うんですよね。あの今こうだから聞いてみたのは、その作り手としてそのこの枠組みをどんなふうに、まあ、データを取るときの枠組みっていうのは、そうそういうふうに考えてきてこちらで説明したんですけれども、作り手としての、まあ、自治体っていうか、データ取るための紙じゃなくて、それを表現を受け止めている自治体としてね、それをこうどんなふうに感じているのか、どう評価しているのか、作品だったらば、そういうことを自分なりにこう、感じてるんだろうなという気持ちで聞いてみたんですけれども、どうですか？あのここのところが僕、まあ、これはもうあのその論文としての研究として、まあ論文を研究成果の発表があって、これは僕は良しと思ったんですけれども、でもやっぱりそこのところがあのこの、作品非常にこう問題作だし、ある意味ではとても絵画と、そうじゃないものをどこで分けるとか、そういったことのこう、あるいは絵画というものはすごくいい、まあなかなか今日もあらやかな話で、展開が難しいというか、もう先の油絵画家の BK のこうこうなかなかの展開がない、でもしっかりやっていこうという話をしたりしたんですけども、そういう切り口の中で、いろんな可能性を探っていく、そういった中において、作家が作品を作っていくためにいろんなこう、これ今マンディング化した多分そういう中から、生まれてきた作品いろいろなその一つの表現の可能性、例えば賃貸というものをテーマで投げかけようとして先でどこかに伺ったと思うんですけども、見た先にある女性が自分の賃貸がんになって、手術をした後全部その写真撮ってですね、それからそのデータみたいなものを、小さな学校に、こうなってそれを作品にしている、それをこれまでその身体というものはその、いろんな表現の仕方をしたことがあったけど、自分の病気のデータ自体はそのあそこにそのところに飾ってあったんですね。そういったこう、まあ、切り口、まあ、身体というものをどう捉えているか、まあ、そういった捉え方があるとしたら、まあ、絵画というものがね、まあ、なかなか難しいというふうにいろんな切り口があるだろう。そういった中で、その、孫さんが、これをどう捉えているか、ね、これ、孫さん自身が非常に悩んでいるでもあるわけですけど、どう思いますか？作品って言っていいのか、なんか作品を作ろうって思って、制約的な環境で、節制をして欲を抑えるっていうのが
がちょっとテーマっていうか思ったので、そのまだそういう考えてはいけないんじゃないかっていうのがまだちょっと、その欲を抑えるっていうことがビーマン、ミニマルな表現っていうことが言いますけれども、そういったところをどうシンクロするのか、どう評価するのか、もしそれが重なるようだったら、これは一つ作品の一つの方向性としてあるし、まあそこで、もう少しその、宋さん自身が自分の作品と思うには、このデータをどう自分が捉えていくのか、味わっていったり、それからさっき の, あの入り口のようなね、あの時は否定されたけども、自分なりのこう、まあ全部自分なりですけど、ある種のこう、あの表現性が出てきたことも聞かれてしたりした時にね、面白いな、なんかそういう自分のこう、なんかそこが今回のあの、とてもこの論文の不思議で面白いところだったと思うんですけども、自分の意思を出そうすると、あのそれはこう、作品のこう中に、大きい健康だって、その虹の様に見てくださるように、あの そういうその考え方と、それから作為っていうのを変に工芸の中でねじ曲げて表現者作ったものと、持っている内容の違いなんかを試したものも、そういったこう、まあ、まあ、我の中で何かこう、まあ、表現を出していくっていうその考え方の中で、とても面白いです、スタンスを。山根の場合、仏教思想を読んで美をその語ることにしてて、あのいくつ先はその、まあ、仏様でいう浄土で、ただあの自力という形でもって、いわば能力のある人はあの自らあのやってるのもそこにいてるんだろう。だけどその仏教思想で言った場合は、全ての人がそこに行けなければいけない。だけどそこで作られたものは民芸の中にそのあって、ある時代を見てみると、なんでこの場所でこの時代ほとんどあのダメなものがないぐらい出来上がってくるというような、あの不思議な現象が必ずあるんだということを考えていくと、あの表現しようと思っていなかったとしても、あるいはそういう能力がなかったとしても、繰り返しやることによってそこに行けるというね、あのまあ、かなりそれはあの仏様は相当理解しないとダメなんですけれども、まあ、やはり言っているその無事の理から不死の理というか、二つとない理というその世界という、今彼女があの悩んでいるのは、その他力でいくのか自力でいくのかという、その二つを今背負い込んでて、さあどうしていこうか。だから今赤塚さんがおっしゃってたその表現なのかそうじゃないのかっていうところも、おそらくそのあたりでの葛藤だろうと思います。でもそれは背負い込んじゃったんで、やるしかない、もうだから人間のその創作、あの一つで何かこう始まりとか世界が出てくるような、あの解説もあるし、まああの織物でもね、とてもそこをこう、うん、絶妙な、なんかすごくこう親しみやこう、その僕つぶやしとかそういうのを伝えてくれる作品があったりするとか、そういうその人のその手のかかったものの仕組みの根本に迫ろうとするような研究で、まあ、すごくは、まあ、大きく構えながらも地道に始めた論文と、その政策のための研究だったなと思います。もう時間が、ね、来てるんですが、あの最後に、まあ質問にも聞いてみたら今回いいですかね。何か今日、まあ、ちょっとつかないので申し訳ないんですけども、今日ちょっと今、説明した宗さんのその意見をですね、どんな視点からでもいいと思うんですが、質問があったら、よろしくお願いします。木野さん、彼女の中の規制があったんだけど、それがあの
面全体に至る時に何かそこに何が起こっているのかというのはもっと知りたくなりますね。これが答えになるかどうかわからないんですけど、私はこのまだこれで完成だっていうふうに感じたのがまだなくて、この作品、さっきおっしゃったその作品の下に重ねてやったのはちょっとその辺作為的なに見えたからちょっと重ねて隠したって申し上げたんですけど、今の私の目ではそれが作為的に見えても、もし違う作品、違うもので、あ、これはちょっと作為的だな、これはちょっと欲がで何か表現しようとしたなっていうのを後々気づくかもしれないから、まだ何だろう、書いてまだずっと見て何か違うのがあるかなっていうのは考えようって知ってます。いや、僕はさっきもちょっと研究室、まあ、これ作品なのかな、研究室であれ作品なのって、まあ、聞いたんですけどね。だから、まあ、どういう意識の中で出来上がっているものなのかなっていうのは、僕はその今データっていうのもあまり知らなかったな、まあ、そうなんだなっていうのを見てると。でまあ、ミニマルなもんっていうのはやっぱりその自分のすごい強い意識の中でね、まあ、できてくるもんだと思うんで、そういうふうにいくことを自分が感じていかないといけないんだろうなと思って、例えばこの、同じ線の幅みたいな美しいって自分で感じたとしたら、それはもう絵じゃなくても例えばですよ、壺にろくろでやるんじゃなくて、こう周りの中でこうやってね、線をそうやってこう描いていく、さっきの陰影の話なんですけど、陰影の話の思いがさ、どういう方向に行くんだろうなっていうふうに僕は感じてるだけで、やっぱり自分で絵だって言わないと意味は変わらないからね。それでなんかキャンバスとかこういう板とかに合わせてちゃんとその四角のものにやろうとしたのが強かったんじゃないかなと思って、紙そのものの形とか大きさとかを無視っていうか、そういう無視したわけではないんですけど、なんかそれを優先的に板とかキャンバスの大きさに合わせてやったんじゃないかなと思って、それで多分、私あこれは作品だっていうふうに思うためにはもうちょっと時間が必要だと思うんですけど、そのためにもうちょっと、ずっと描きながら考えなきゃならないものだ。他にありますか？はい、どうぞ。
そういうものを私はやってたんです。あのこのムサブに入る前にイラストだったので、イラストレーターだったので、イラストで何かを描いて、そういうのずっとやってて、自由にやってたんですよ、やりたいものとか。でもそこには別に目的がなかったし、目的がなかったんですけど、私がこれは作為的って言えるのは、目的が何かを表現しようっていうのじゃないから作為的って言えると思う。ですから、その何か遊びで描いたものとかは、目的がないかなかったないなら作為的には言えないんじゃないかなと思います。で、これは私は身体性でなんかデータを取ろうとして、最終的に制限的な環境を設定したのが、左から右に一本の線を描くっていうことだったので、それことだったのに、なんか早く終わらせようとか、何かをこうちょっと奥行きを作ろうっていうのは目的に合わないので作為的なんじゃないかなと思います。になったのは、やっぱり水上さんが言うように、その作品というか、ね、自分がこうその大事にしている精神性というのがすごく現れるはずだというところが、やっぱりそのちょっと汚れ、ここに手にするまで汚れてきたところというのがいくつかこうあって、こういうところですね、なんかしまったりした時に汚れたんだと思うんですけれども、こういうところとか、大事にしてると、あ、しまったって、これ何とかしなくちゃというそのトーンがね、どこにあるかっていうので、何かそういったところで、その人の作品としての作家性というか、なんかこう出てくると思うんですね。データだったら、まあ、データが消えたのもすごく怖いですし、だから、これはもうちょっと短い時間で、僕がこう伝えきれなかったところだったなと思うんです。アフライカに行って1年生からやると、まあ、そういうことをやり取りしながら、どこを大事に持ってるのとかいうやり取りをするので、それがここでなくなってるじゃないですか、そういうことで、ね、何かが見えてくるんですけども、まあ、そういったこう、まあ、今美術とデザインが進行しているところで面白さがすごく出てくると、まあ、なんかそういう違和感があったりするようなことがこれを持ってきて、まあ、そんな感じかなと。まずこの僕も副指導教官としてやらせていただいて、すごく面白いちょっと狭間のところの、内容を見えたことがとても新鮮でした。最後に、宋さん、何か、この時間が
ましたけど、ちょっと待って、あ、まあ、ちょっと待って、誰でしょう。いや、知れたわれ学科というか、いや、究極の作業の中の構図なんですけど、なんか近くの方が知れが一番油に近いだろうという感じがしてて、で特に赤澤さんが本だとか、めくるということでもって、いろんなことをやられているが、ゆえに、すごく近いというところで、実はこれ今、この空間の中にいると、ちょっと西洋思想の、まあ、ミニマムっていうのが出てくるんですけど、実際には東洋思想が背景にあるんですね。東洋思想で、例えばこれを見直していくと、全然違うから見ることができるんだと思います。これ赤塚さんに入っていただいたおかげで、創作の研究がものすごく広がったし、僕自身がですね、油絵の画っていいなって、すごく思ってたら、ちょっとそれが感じて。ありがとうございます。いや、新島先生、新島先生にまとめしていただくのは、やってなかったですけど、全部、大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあ、そうそう、最後にですけど、ちょっと、自分の成果みたいな、何か感想を。感想は、新島先生と岡田先生と、先生っていうその東洋思想の美術史の先生、全部違う分野の先生たちが、私がやりたいことに対してとても丁寧に指導していただいたので、とても恵まれた、皆さんに入って恵まれたと思いました。それで、その先生たちのおかげさまで確認を取れて、たんですけど、この研究はこれで終わらせたくなくて、これからずっと知る人たちの関係とか、そういう東洋思想とか哲学とか美学とか、もうちょっと研究していきたいなっていうふうに思っておりますし、作品ももうちょっと考えるところ、もうちょっと深く考えるべきだと思うので、死ぬまでこの研究は続けたいと思います。死ぬ前まで。以上です。今日来ていただいてありがとうございました。どうも。